今回は発酵のコテ台を紹介します。ハンダコテを立てる台ですね。ここに差し込んで、まあこれハンダコテなんですけど、まあこのように差し込む台をご紹介します。で、今まで使用していたのがこちらの、まあ安い、Amazon とかでハンダコテセットとかでついてくるこちらのものを使っていたんですけど、ハンダの先に、ついてしまう、ハンダのコテ先についてしまう、まあハンダですよね。使ってる時にハンダがここについちゃうんですけど、それを吸い取るものが欲しくて、今まではタオル、水で濡らしたタオルとか、こういうハンダの吸い取り器でこんなことやって吸い取ったりしてたんですけど、それじゃちょっと危ないということで、まあこれがついてるので、はい、購入してみました。結構ネットの評判も良くて、これなんていうんですかね、この変なたわしみたいな、たわし状のところに、うん、取れない、どうやって取るんだ、回るのか、これ回りますね。このたわしみたいなのにハンダを差し込んであげることによって、ハンダの小手先を差し込んであげることによって、まあハンダ、ここについちゃってるハンダが、まあ綺麗に取れるっていうものになります。で、まだ使ってはいないんですけど、これからちょっと実際に使ってみて、簡単に本当にハンダが、ここについちゃったハンダが取れるのかを、実践してみたいと思います。で、ちなみに重量はまあこんなやつよりちょっと重くて、まあ普通に刺す分には滑らないですね。こんな感じでカシャッと刺せて、まあこれも発酵のハンダコテなんですけど、まあぴったりフィット感もいい感じです。じゃあ実際に使ってみて、こいつがすごいハンダを吸い取るのか、ちょっと実践してみたいと思います。はい、それでは実際に、このハンダが本当に吸い取るのか、ハンダが簡単に取れるのか、ちょっと実践ながらやってみます。もうこれ壊れちゃってる基板なんで、適当にハンダをつけていきます。で、まあこのようにハンダに乗っちゃう、基板に乗っちゃうときは特にいいんですけど、たまにこの小手先にハンダがこうくっついちゃうときがあるんですよね。あ、見えねえか、これ配線までくっついちゃった。まあこのようにハンダがピヨピヨとくっついちゃうときがあるんですよね。で、まあタオルとかで拭いてたりしたんですけど、こういうときこれやるとこうやって中に刺すだけで、まあ一回じゃ取れないですね。一回じゃ取れなかった。ちょっと熱いので、うん、まあ何回かこうぶっ刺してあげると取れますね。はい、このように小手先が綺麗になりました。じゃあちょっともう一回やってみます。ハンダをつけていて、ハンダの先に、これ指に落ちたら熱そうだな。ああ、ついちゃった後こうなっちゃう時がたまにあるんですよね。こういう時はこれで刺してあげると、一回じゃ綺麗には取れないですね。一回じゃ綺麗に取れないけど、何回かこうぶっ刺してあげると、おお、はい、こんな感じで綺麗に取れました。はい、という感じで割と使いやすいですね。もう差し込んで、まあこうできるということです。はい、ご紹介は以上です。で、こちらの購入先のリンクを、まあ、動画の詳細欄に貼っておきますので、ご興味のある方は、はい、チェックしてみてください。発酵の、ハンダのコテ台633のご紹介でした。